それでは赤い糸を聞いてください。二人ここで初めて会ったのが二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった、僕の最初の Sweet Girlfriend。 たわいもないささやかな記念日、暦にそっと記してた。今日何の日だけで尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える、そんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだ叶わない。それでもこんなに好きなのに、数が多すぎて心の通わぬやりとりばかり、これ以上繰り返すよりもあなたの心が答え出すまで、このまま二人会わない方が、それが明日でも5年先でもいつでもここで待ってるから、約束しようよ。そして二人心に赤い糸をしっかり結んで、この蕾だった花はもう艶やかな色をつけた。秋が過ぎ冬を越え枯れ果てた。今の僕を映してる時間ばかりが過ぎ通に暮れる。まぶたの裏に他の誰かと歩く君の姿が浮かんで、もう二度と会えないような気がしていた。いっそ会わずにいようかとも、避ける胸を抑えながら信じてきた、その答えが今あってくれますかと、あなたの手紙、偽りのない言葉たちが溢れた涙で滲んでゆくよ。あの場所へ迎えに行くから、泣かないでおくれ。今日は二人の一年目の記念日だから、お祝いしようよ。強く結んだ糸がほどけずにたことも、愛されることを望むばかりで、信じることを忘れないで。 Go
度と信じる道をさあゆっくりと歩こう。